大撤退とは、第一次世界大戦中の1915年、ロシア帝国陸軍がポーランドの突出部から行った戦略的撤退である。中央同盟国の夏の攻勢により、ロシア軍は莫大な損害を被っていたため、スタッフ家は突出部からの撤退を命じることで、戦線を縮小し、突出部が包囲されることを回避しようとした。撤退自体は適切に行われたものの、 ロシア軍の指揮は大いに低下した。中央同盟国は戦力の増強を図っていた。ドイツは新たに11軍、12軍、ブク軍、ネマン軍の4つの軍を編成した。ロシア軍は軍の増強のための官僚機構が貧弱だったため、着実に戦力をすり減らしており、特に将校の消耗は深刻であった。中央同盟国は13個軍を有していたのに対し、 ロシアは急行軍のみであり、東部戦線での軍事バランスは大幅に中央同盟国側に有利に傾いた。ビルヘルムの圧力の下ファルケンハインは、ヒンデンブルクとルーデンドルフに東部戦線での攻勢を求めた。しかし、ルーデンドルフとオーストリア・ハンガリー帝国の全軍を指揮していたフランツ・コンダート・フォン・ヘッツェンドルフは、包囲攻撃を好んでおり、 ロシア軍最高司令部のスタッフ化も包囲を警戒していた。しかしハルケンハインは中央同盟国の補給能力の限界を理由に包囲作戦を拒否した。ポーランドの軍集団の司令官はこの時すでにポーランドの都市部から撤退するためにスタッフ化を説得させようと試みたが、スタッフ化は政治的影響のためにそのような大規模な撤退は難しいと感じていた。 スタッフカはビスワ側までロシア第二軍を後退させるという部分的な退却も許可しなかったため、ロシア軍は戦術的に不利な防御線を守ることを強要された。当初は大きな抵抗があったものの、1915年の5月から7月のゴルリッツタルヌフ攻勢によって結果的にロシア軍の戦線は崩壊した。マッケンゼンの軍は三川を渡り、 プシセムイシルを奪還し、ロシア軍は22日にはリボフから撤退した。この時、スタッフカはポーランド南部の都市津部から撤退し、ビスは川沿いに新たな防衛線を構築しようと計画した。6月23日から27日の間、ドイツ軍はドニエストル川を渡り、新たに共闘法を確保しようとしたが、ロシアの反撃により、7月の初めには攻勢を、 停止した。スタッフカがさらに心配していたのは、ドイツ10軍とネマン軍が、東部戦線の北端のクールラントから圧力をかけてくることであった。ロシアはこの地域の防御は万全であるにもかかわらず、この地域にさらなる増援を送った。ロシア軍がこの地域で敗北し、クールラントから押し返された時、スタッフカはドイツ軍の補給能力を過大評価し、 ドイツ軍のさらなる進攻が開始されることを恐れた。ロシア軍が警戒していたのは、北部の攻勢と南部の新たな攻勢が開始され、ポーランドの都市部が完全に包囲されることであった。ドイツ海軍を過大評価をしていたため、プスコフからペトログラード方面への攻勢時に、ペトログラードへの強襲上陸も同時に行われる、可能性も考慮していた。ゴルリッツタルヌフ攻勢により、 ロシアの100万の軍はおよそ30%程度の損害を受け、180万人の戦力として不十分な軍はポーランドの都市粒にさらされていた。1915年8月5日、ワルシャワに入場するドイツの騎兵ロシア軍は、大砲、機関銃、ライフルを含む近代的な兵器とあらゆる種類の弾薬が致命的なまでに不足していた。イギリスの軍事大臣、 デビット・ロイド・ジョージはこの状況を、ロシア軍の劣った装備と物資の欠乏については、お答えできない。撤退こそが、全軍の崩壊を防ぐための唯一の道である。と述べた。その時点で、リバンゴロド、グロドの、ドビンスク、オソビエツに点在する、時代遅れな要塞には、相当数の大砲が備え付けられており、当時の最新の大砲も保有していた。 これらの要塞を活用することで消耗した不評部隊を再編成し、イヴァンゴロド・ルブリン・ヘウムの間に新たな戦線を形成できるチャンスがあった。7月13日、前戦線にて中央同盟国の新たな構成が始まった。7月17日中央北部のガルビッツの軍は80%の損害を被ったにもかかわらず、8km しか後退することができなかった。 ドイツ軍はさらに北のラトビアトリトアニアへ進軍し、13日にグロドノの要塞を占領した。スタッフ家はグロドノの要塞が1週間は持ちこたえるだろうと考えていた。さらにオーストリア・ハンガリー軍の攻勢が南部で始まった時、即座に撤退しなければ、ポーランドの都市粒は包囲されるとスタッフ家は判断し、ナレフ川とビスワ川の戦場の防御を放棄して、 即座に撤退するよう命じた。1915年のロシアの撤退時に破壊された、ワルシャワのポニャトスキーの橋7月13日までに、全南翼は1 6 0トルを支配されており、ブク川まで退却していた。この時、ロシア領内のポーランド議会も放棄し、ワルシャワとイバンゴロドの要塞に陣取った。7月22日は、中央同盟国はビスワ川を渡り、 8月にはロシア第4軍はイヴァンゴロドの要塞を放棄した。ロシア軍の撤退によりワルシャワは孤立し、ドイツ第12軍は8月4日と5日にワルシャワを占領した。さらに、ドイツ第8軍と第10軍、第12軍が東プロイセンからロシアを追い出そうと南へ進軍し、ロシアの前線はたちまち崩壊した。 ロシアの前線の北端が崩壊した結果、開戦前の東プロイセンとロシアの国境ラインまで追い返された。ドイツ軍は適切な戦力の増強を行った後、8月25日にブレストリトフスクを占領した。9月19日にはヒンデンブルクの軍がリトアニアの首都のビルニュスを占領した。1915年ワルシャー近郊の破壊された村の住民ロシア軍は、 上が蔓延し、戦勝と病の流行で戦力が大幅に減少したのにもかかわらず、ドイツ軍の前進は9月後半のロシア軍の反撃により停止した。新たな前線はバルト海からルーマニア国境の戦場に形成されており、前線上の主な都市は、北から順には、リガイエーカブピルスダウガフピルスバラーナビチピンスク、トゥブノテルノーピリーが所在していた。前線には、 ベラルーシの森とピンスクの湿地帯が含まれていた。中央同盟国の夏の構成であまりにも多くの損害を出し、遅すぎる撤退命令を出したスタッフ家の責任を追求する必要があったので、1915年8月21日、ニコライ2世はニコライニコライエビチを更迭し、自身が全軍の指揮を取ることを決定した。ロシア軍は撤退時に、 撤退した地域を破壊するよう命じた。ロシアは各都市のドイツ人の虐殺計画を実行し、ロシア各地の町や村ではユダヤ人が虐殺され、何千のユダヤ人がロシアから国外追放された。ロシアの軍事指導者は、ムスリムとドイツ人とポーランド人を裏切り者かスパイであると認識したが、ユダヤ人は政治的に信用できないとだけ考えていた。 これらの残虐行為は、サーリの民族同一化政策の一環でもあった。当時民族同一化と軍国主義の思想は、先進的で多民族の国家の思想よりも優れていると考えられていた。ありがとうございます。